あとはですね、作品の温度感っていうのは基本的にやっぱドライで、イメージはなんか事後感がある、のでちょっとゆるいっていうか、要するに起こる前の緊張感とか切迫感というよりも終わった後感がある。そしてその内容はすぐ見た、パッと見ただけではすぐによくわからないような構造になってます。で、なんでなんかね、何かが終わった感があるっていうか、賢者タイム感みたいなのがあって、使い方合ってるかどうかわからないですけど、覆水盆に帰らず感があるっていうか、何かが起きた後こうなってるみたいな。それで言うと、はっきりした何かを見ようと期待して展示に行ったら肩透かしに合うような、よく注意しないと、注意してみないと気づけないような作品なんじゃないかなと思ってて、例えばそのズードランだよね、そうですね、やっぱズードランですね。例えばヤドカリの貝がブランクーシーのスリーピングミューズっていうのはちょっと意味がすぐに分かんないけど、僕は見過ごしてましたし、すぐに意味が咀嚼できないというか、ちょっとよ要はブランクーシーのあのマスクがを展示し保管している美術館が海水が上がって沈没、要するに地球の表面が海水の温度が上がって氷が溶けて、なんか水域が増えて美術館も水没しちゃって、でそこで海底のヤドカリがなんかいい宿を見つけたって言って、それを使っている、そこに何の関連性もないみたいな、それがブランクシーのものかどうか全く関係なくヤドカリが使っているみたいな時間が、要するにタイムシフトが起こってるわけですよ。そういうことを今の2020年の感覚で見たらよくわからないような、時空を飛んでる作品があります。あとはですね、その犬の足がちょっと紫ピンクだとか、横たわる女性の、女性彫刻の頭部が実際に生きてる蜂の巣とか、その予期しない視覚の視覚、つまりブラインドスポットをなんかうまくついてるところがすごいなって思います。で、こういう意表をつく要素の組み合わせ方が非常に結城さんは非常に独特で、それが非常に作家性というか彼の独自の発想につながっています。で、作品の温度に関してはさっきも言った通りちょっとドライなところがあって、そのフィリップ・パレーノの作品も若干クールな乾いた感じなんですよね。だからそのドライな感じっていうのがユイグさん独特のものなのか、それとも名乗しがたいフレンチネスっていうか
フランスらしさなのかちょっと僕は分かりません。で、脱線すると、ユーグさんは2017年に外魂イクソマインドを発表してますが、前年の2016年にトラフィック展を企画したブリオさんはエクスフォームという本を出版していますし、だからあのフランス人同士のそういう連帯もあるのかなと思いました。で、日本の人も相当ですけど、フランスの人も本当のところよくわからない部分が あるので、そういう乾いたところ、もしくはあるいはフランスらしさっていうところの謎めいたところ、少しアンニュイな感じは魅力的な側面にどうして僕は解釈していますけど、もしかしたら嫌いな人もいるかもしれません。で、あとはですね、特徴としては専門家と協業して作っているっていうことです。横たわるその女性の頭部の要するに未工作地の頭部っていうのは養蜂家の人とコラボしてやっぱ作ってるんですよ。で、岡山芸術交流祭交流の時の未工作地っていうのは岡山県にある山田養蜂場の協力のもと作られています。で、あとはウンベルトでの脳波をリアルタイムで高速変イメージ変換する LED ディスプレイは京都大学の上谷研究所上谷ラボとのテクニカルサポートがあっての作品ですから、あと、他にもですね、MIT マサチューセッツ工科大学とのコラボのやつもあった気がしますし、要するに知らない分野のプロにとやっぱり協業して一緒にやるっていうスピリットはすごい、なんだろうな、先日のオブリストでも言ったけど、非常に違うところの分野のエキスパートと働きかけて作品を作るっていうのはすごいいいところだなと思っています。それでですね、オブリストはですね、今回のユイグさんのウンベルトっていうものは1966年から67年にかけてですね、結成されたアーエクスペリメンツインアート&テクノロジーっていう EAT っていうものがあるんですけれど、この科学者との協業を基本的な運動理念として作られた組織なんですけど、これの系譜にあたるものだっておっしゃってて、あとはですね、もう一つリファレンスとしてはですね、1966年に西ロンドンを拠点にしたアーティストプレイスメントグループっていうものがあるんですけれど、これのこの2つの EAT と APG の理念に通ずるものの系譜の中で、解釈される、その最前線にいるんじゃないのかなっていうふうに書いてて言ってて、であとはですね、やっぱり総合的な要するにユイグさんの活動を通して、例えばザハ・ハディッド、建築家のザハ・ハディッドが絵画をバーチャルリアリティのスペースに解釈 したようなプロジェクトだったり、あとイアン・チェンのボブっていうのはのインタラクティブなやり取りっていうのはおそらくユイグさんのユイグさんの影響を受けてます。で、あとはヒトシュタイルエル、ヒトシュタイエルの ARオーグメンテッドリアリティのアプリケーションもその影響もあるし、ジェイコブ・クドゥスク・スティーンセンの AR ウォークっていうものもサオフェイのミックストリアリティ・エクスペリエンスっていうものもやっぱり総合的な影響下で作られたものだっていうことを言ってます。
であれですね、基本的にユイグさんに関してはオブリストはですね、ユイグさんの展示のやり方にも結構関心興味を持ってて、作家としては今みたいなことなんですけれど、やっぱ人間と動物とマシーンっていうものの、その関係性の境界に、多項性っていうか、よくいくつもの穴を開けるような推測的にこれが今から見るとおそらく未来はこうなるっていう風なスペキュレーションを元に、その関係性の穴を作っていくっていうようなアプローチを取っているっていう風に評価しています。であと、影響で言うと、一回リサーチ中に1970年にユタ州のグレートソルトレイクで6500トンの石、土砂、塩を使い作られたスパイラルジェティっていう作品、ランドアートな作品なんですけど、を作ったアメリカの彫刻家のロバート・スミッソンのもユイグさんは引用して言及していたので、やっぱりエントロピーについても通過しているというか、そういう概念ももちろん通っています。そうですね、あとやっぱり、作品が若干日本の部分に近い部分があるから、ちょっとそれで日本にはその古代日本の共生思想である鎮守の森っていうのがあるじゃないですか。であと都心の神域でもある皇居にはその3600以上 の、 種の動物がいて、1366種の植物が2000年初めに調べられてるんですけど、要するに多種多様な貴重種、絶滅危惧種が多く保存された独自の生物層を形成しています。でその特に神社の方だと思うんですけど、伊勢神宮とかや参拝すると要するに神、なんか荒ぶる神とかもいますし、その何だろうな、二見沖玉神社かの夫婦岩の間から昇る太陽とかも含めてですね、その要するに日本の共生思想って人間と自然、要するに八百万の神々っていうものの神話性のある関係性、神話性、たまに対立もするんですけど、の関係は解いてますけど、マシーンは入ってないじゃないですか。で要するにエクスマキナは描いてないんですよ。で
エクスマキナはラテン語で God from the machine だから機械仕掛けの神っていうことなんですけど、と思ってたらって思ってたんですよ。でも実はなんかドラえもんとかアキラとか広角機動隊とか戦後のアニメーションで人間とマシーンを描いてるなって思って気づいて、だからそのもともとある日本の共生観に、あとはあ、まあ、戦後じゃもう鉄腕アトムもそうだから別に戦あそうか戦後だよね、戦後のアニメが描いてる人間とマシーンとのものをやっぱりそのその関係性を今技術的に非常に発展しているので、あのマシンはおそらく命を持つような振る舞いをしてくるのがもう近いと思うんで、したらマシンの方もすごくあの変化してきますし、したらやっぱり人間も変化しなきゃいけなくて、あの人間以外の動物も何らかしの影響も受けますし、ということでその関係性がいろいろ動いてこざるを得ないような感じになってくるんだろうなって思って、そういう時に別に僕人間が全員の人間が人間中心主義だとは思わないんですけど、要するに人間の認識っていうのはすごい資格があるっていうか、いっぱいなんか僕とかもシングルタスクで1個しかよくわかんない、集中したら他が見えなくなるっていうか、運転してても運転しているところからちょっとあんまり見えてないっていう風なことになってるじゃないですか。だから複眼的にあまりに、そうですね、まあ、特に僕人間ってやっぱり特に認識には視覚が あるから、そういう視覚をやっぱり今日なんかちゃんとなんかうまく調整して微調整してくれる認識を、自分の認識をちょっとなんか刷新する上でもユイグさんっていうのは非常に貴重な作家なんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。それでは今日はですね、サーペンタインで、2018年からの10月から行われた展示ウンウェルトを機に、ここ10年のユイグさんの展示活動をまとめた、本を取り上げました。いっぱい喋ったのでいろいろあったと思うんですけど、今回マラルメの話をして、いろいろなんかこのセミナー間でもなんかいろいろ話ができたので、これがなんか今日はなんか変な感じですけど、まあ、面白かったです。じゃあ皆さん、そうですね、今からまたちょっと寒くなるかもしれないですけど、風邪ひかないように頑張ってください。どうもありがとうございました。